それはなんかしばらく経っていくと世界に対する見方が変わっていくっていうスリリングな経験もするんですよ。 なんか例えばこう私はタンザニア商人の研究をしているんですけれどもなんかそれをじゃあすぐにこう日本に応用できるかっていうとそんな彼らのやり方が日本にフィットするかってそんなことはないんですがでもなんか日本人の中で私のこうタンザニア商人の研究の話を聞いてあ自分たちとすごく似ている人だっていう人たちとわなんかもうものすごく考え方が違って無理だっていうような人たちがいるんですね。えー、それは あのそのた私が研究しているタンザニア商人と日本にとってどんな暮らしをしている人たちが近しいかというまた全然違う。 考え方が出てくるんですよで例えば、まあ、日本の芸術家はもしかしたらタンザニアの芸術家とすごく近ししいい考え方を持っているかもしれないでそれは同じタンザニア人でも、えー、芸術家であるということと、まあ、政治家とか例えば別の職業の人たちの間の違いよりも日本とタンザニアの芸術家の方が、まあ、違いは少ないかもしれないとかむしろこう共通しているかもしれない。 ってていうのを見えてくるとじゃあなんか私たちがこうあの全然異質な文化となんかある面ですごく共通している同じような考え方を持っているっていうのを発見するなんかこう今まで日本とタンザニアアフリカと日本みたいなあの世界地図を脳内に抱いているものからあ 不確実な状況に置かれた人たちってこういう考え方を共通して持っているんだなとかあこんな風に移動性が高い人たちってこういうところが似ているんだなっていう感じで、えっと、人々のこう関わり合いとか共通性みたいな才みたいなものの、えっと、世界っていうのの見え方が変わっていくんですよ。 でそれはすごくあの面白いことだと思います。で私がこう研究しているあの人々ってあのインフォーマルエコノミーっていうふうにあの一般的には言われるんですね。と日本の人たちにとってはちょっと馴染みがない言葉だと思うんですけれども、とインフォーマルエコノミーっていうのはあの日本語に訳すと非公式経済ですね。えー、と政府の雇用統計に乗らないようなまあ経済システムみたいなものを、えー、と。 例えば露天商とか業商人とかですね。まあ都市雑業っていうふうに呼ばれるような人たちのことをインフォーマルエコノミーと呼びます。で別にこう必ずしも違法っていうわけではなくてですね。まあおめこぼしされているようなあの零細な仕事っていうのもインフォーマル経済というふうに呼びます。インフォーマルエコノミーって昔はあのいつかは消滅する経済だと思われたんですけど、むしろなんか最近 インフォーマルエコノミーが全然違う形で、えー、と生,き生き抜いているな、ということを、すごく実感するようになってですね。なんか私自身が、これからやってみたいテーマの一つがですね。もう一回、このインフォーマルエコノミーというものの意義を考え直してみたいな、というふうに思うんですね。えー、と香,港やタンザ香港や中国に移動して、でそこでタンザニアと交易している人たちがいるという話をしたんですが。 彼らのコロナになってです、ね、一回こう戻ってきたんですね、あのやっぱり、えー、中,国がコロナ中国で武漢でコロナが始まった時に、えー、ときに、まあ、ダンザニア政府がそろそろ帰ってきなさい危ないから帰ってきなさいと言われてで中国や香港にいた商人の何人かは多くはその母国に帰ってきた。で帰ってきても、まあ、しばらくの間 うんと中国との貿易が途絶えてしまったわけですね自分自身が中国行って買い付けに行くこともできなければ中国の工場もまあ閉鎖されたりとかしてしまって取引ができないでこのまま行くとあの商売が危うくなってしまう,もう自分のお店の在庫がなくなってしまったら、えー、と商売をし店を閉めるしかないみたいな状態になって。 で,でもすっごくこう多くの人たちはですね、そこからの立ち直りがむちゃくちゃ早いんですよね。でなんでかっていうと、なんかあのほとんどの人たちはやっぱりインフォーマルであるっていう仕事ってなんかずっと同じ仕事を永続的にやっていくっていうような気分でみんな仕事をしていないですね。で、それからなんかこうもともとインフォーマル経済っていうものの えと特徴の一つとして整形多様化っってていうのがあってですねなんかもうサラリーマンだこの仕事を30年間一生懸命やるみたいな感じではなくて、まあ、もしかしたら駄面になるかもしれないっていうことをみんな頭の片隅に置きながらちょっとでもいい仕事の可能性が見つかるとそうやってみる。 でしかもこう1人の人がこう1つの収入源ではなくて複数の収入源を持って生きていくっていうそうすると何、まあ、か1つの仕事が駄目になっても、まあ、他の仕事で何とか明日も明さっても生き延びていけるしで生き延びていってる間にちょっと駄目になりかけてる仕事も盛り返すっていうことができるみたいな発想で何か一つに専業化しないっていう特徴があったわけです。そそれとともになんか彼らはその 公式の仕事を始める前に、まずはこう試しにいろんなものをやってみる、インフォーマルな形でやってみるっていうことをするんですよね。で、だからその何かこう会社を作って登録してみたいなそういうこうプロセスがほとんどいらないわけで、でこう話を戻しますと、でコロナになってえー、っと中国から戻ってきて、でこのまま行くと在庫がなくなってしまったらお店を閉めなくてはいけないって言ってた商人たちっていうのも。 まあなんかすぐさま「今これは駄目なんだから違う商売を模索しなきゃ」っていう切り替えをすると。でそしてそ,のそんなにこうまずいきなりこうきちっと仕事を作ってやるっていう発想がないのでえ例えば私の知ってる商人たちの商人の中にはあやっぱこう。 え新型コロナウイルスとかが広まると社会不安になるだろうと仕事を失った人がたくさん出て社会不安になるだろうとでそしたらきっと警備会社が儲かるに違いないというふうにまあ彼らは発想するわけですね。そこでえでも警備会社をじゃあ設立しようと でも私たちのように警備会社をちゃんと設立するって考えるとものすごくハードルが高いもののように思うんですけれどもでもまあ彼女がやったことといえばまあ正規の警備会社の制服をですね写真撮ってきて。近くの下屋さんにこれと同じ え制服作って,くださいって言ってなんか黒いシャツにワッペンとかつけてもらってでそれをこう仕事にあぶれているまあ近所の若いお兄ちゃんとかに着せてでインターネットでなんかこう今1時間だけ5時間だけキーピーに来てくださいみたいなこうちょっと。 お手軽な、e、方式でですね近くにいる若者を今すぐ来てほしいちょっとだけお店を見ててほしいみたいな人に派遣するるっていう仕事を始めるわけですでもそれのその準備期間までに本当に1週間くらいしかかからなくてですねインフォーマルな形であれば、まあ,あこれできるかもこれでなんとかやっていけるかもって思いついた瞬間に ますぐできるわけです。で、なんかこう、特になんかこう起業するから、起業セミナーに通ってみたいな。そういう準備期間は全くいらず。その代わり、最初はなんかなるべくコストをかけず、こじんまりとやってみるわけですね。で、あんまりうまくいかなくなったら、まあ、すぐ撤退して違う商売を始める。で、しかも、ま違う商売にチャレンジしている間にも、まあ、食い物として零細な商売をいくつか持っておくっていうことをすれば、まあ、なんか。 結構こうどんな突発的危機が来てもですね柔軟に乗り越えていくみたいなことができるんですよそういうこうインフォーマリティインフォーマル非公式なものっていうのが すすごくこう日本の社会だといいろんなな意味でで難しいわけですなんかあの人たちをずる賢くて悪いことしてるんじゃないかっていうあのイメージがまずあるし、まあ、法的に制度的にそのインフォーマルな領域みたいなものをすごく認めないようなあの社会になっているからないとでもこのもともとインフォーマルエコノミーってなんかこうバッファーでもあったんですよ。 なんかこう仕事を急に失った人たちタンザニアの人たちはですね